モデルの山田優が21日、インスタグラムを更新。ハンカチとヘアゴムだけでできる簡単なマスク作りを動画で紹介した、動画。ハンカチとヘアゴムだけで簡単に作れると山田優が紹介したハンカチマスク動画この日、片手で撮って片手で作ったから雑ですが。マスクが手元になくてマスクを作ることができなくても本当に応急措置って感じですが、ハンカチとヘアゴムだけでできるのでシェアしますね、とコメント。シャープないよりはマシなはず、シャープ縫えないならこれで、とハッシュタグを添え、マスク作りの動画を公開した。バンダナサイズのハンカチを折って、両端にヘアゴムをかけて耳につけるだけ。片手でも簡単に作れるマスクを紹介。最後に完成したマスクをつけた山田がウィンクをしながらピースサイン。ハッシュタグで、シャープないよりはマシなはず、シャープ縫えないならこれで、と紹介した。この動画を見たファンは、ニースアイデア、簡単チルダオシャレ、縫うの苦手なので助かります。わかりやすくてよかったです。早速やってみました。可愛いし、子供たちも喜んでいます。